こんばんは、リサーチサーフヒデの波乗りラジオ。全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想、そこに一言付け加えていつもだいたい10分ぐらいでお届けしていますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。今日はですね、土曜日なので、LINE で皆さんにね、一斉配信しています。ということでね、今日はですね、サーファーへの100の言葉からね、久しぶりに、結構久しぶりになっちゃいましたね。週末が結構いろいろな言いたいこととかをね、言いたいことっていうか皆さんにね、ためになること、あなたにためになることをね、お届けしてる感じでね、なんとか他に喋りたいことがね、あったんで、ちょうどね、オリンピックとかもありましたからね、それだったんで、そういう形でお届けしてたんですけどもね。なのでサーファーへの100の言葉って久しぶり、1ヶ月ぶりぐらいかな。なんか波音ライブとかもね、したりとかして、いつの間にか終わっちゃったのかな、サーファーへの100の言葉がみたいな感じでね、思われたかもしれないんですけど、まだね60何話なんでね、まだ全然いっぱいある、実はね、なんだかんだ言って結構あるんですよね、いやでも1年経っちゃうよねっていう。あ、でも 100もあるからね、1年以上はかかっちゃうんですね。週に1回しかやってないんで。そうっすね、週に1回だから、そっか、よく考えると1年間で48回ぐらいしか、48ってことはないか。あ、そっか、ちょうど1年ですね。1回の放送で2話お届けしてますからね。そうっすね、ちょうど1年ぐらいあるんですね。そういう感じなんですけどもね、まあ、今日はね、サーファーへの100の言葉から2つね、お届けしたいと思っています。ということで、今日はね、土曜日なので千葉のね、波情報もお届けしたいと思います。今日はね、今日の波情報なんですけども、全国的にね、晴れが続いたんではないかなと思います。ただちょっとやっぱ西エリアっていうのはね、結構雨がね、続いてましたし、大丈夫かなと思います。そしてね、沖縄の南の海上にね、台風が発生しました。こちらはね、後半お届けしたいと思いますけども、太平洋側進む高気圧からの吹き出しが出てくるエリアもあって、サイズキープしたエリアがね、多かったかなと思います。まあなんとかですけどね、風も穏やかで遊べていたのではないでしょうか。それでは明日、8月22日の日曜日ですね、明日日曜日ですね、前線の影響がね、また出そうな感じはあるんですけども、なのでね、今日よりはちょっと雨っぽいかな。今日もちょっとね、パラパラ雨降ったエリアとかもありましたね。台風の影響がありそうなね、西エリア、まだ出てこないかな、出てくるかなって感じですね。一部エリアは反応するんじゃないかと思います。その他のエリアは今日と同じをね、なんとかキープしてくれるんじゃないかなと思ってます。高気圧からね、吹き出しがちょっと見れれば一番いいんですけども、ちょっとね、近寄りすぎなんてちょっとまだなんとも言えないんですけど、まあなんとかね、サイズはキープしてくれるかなと思います。日本海側はね、前線の低気圧の影響で多少サイズが上がってくれるかもしれないです。ですけどね、まあ風はね、弱めだとは思うので、明日もね、なんとか遊べるサイズはキープしてくれると思います。続いて千葉北の波情報ですけども、明日は大潮ですね。昨日ね、夜帰ってきたらね、月が満月になりそうでね、すごい綺麗でしたね。おお、そうだ、もう大潮かみたいなね、感じで、やっぱね、自然でね、測れるっていうのがあるとまた面白いですよね。皆さんもね、ぜひね、空見上げた時にね、今日は何しようかなって形でね、思っていただけると面白いかと思いますよ。で、満潮は17時5分、干潮が9時56分、日の出が5時3分、日没が18時21分ということでね、日の出がもうすでに8月5時台になっちゃいましたね。先週はね、4時台だったんですよ。そう。いや、今朝もね、朝4時ぐらいに目覚めたんですけど、まだ暗かったっすよね。あれららと思って、ね、まあ、ちょっと曇りっていうせいもあったかもしれないですけど、いやでもね、4時台だったらもうね、海入れましたからね。いやもう逆になんか冬近づいてきてるって感じで、ちょっと寂しいですね。はい、では波のサイズなんですけども、腰前後ですかね、腰前後キープしてくれるかと思います。でもって風の方は南西寄りですね、南西寄りで弱いと思います。うねりの向きはなんと、天候はね、曇り、
時々雨って感じですかね。東の海上の高気圧によって安定してしまいそうなんですよね。なんとかうねりは続いてキープをしてくれるんじゃないかなと思ってます。風も本日と同じく弱めなので遊べるサイズは残ってくれるかなと思います。ということで追伸としてね、台風速報、台風12号、オーマイスですね。昨日の夜半過ぎに発生しましたね。9時ぐらいに発生、夜の9時ぐらいね。オーマイスって、なんか変な名前ですよね。まあいいや。現状、沖縄の南に位置して、進路を大陸寄りから日本海側へ向きを変えそうなんですね。でもね、日本に到達する前に熱帯低気圧に変わる予定、予報ですね。してるんで、まあそこまではって感じではありますけど、そのままね、日本海側進む感じなので、あくまでね、台風の大きさではないよと。台風から規格から外れるっていうだけで風とかはやっぱり強くなる。風雨っていうのはね、もたらすと思うので十分注意してくださいね。西エリアの方は本当に注意してくださいね。災害が続きそうな感じなんでとても心配なんでね、よろしくお願いします。そう、それなんですよ。そうなので予報っていうのをね、本当に災害を未然に防ぐことができるんで、予報っていうのをね、毎日確実にね、毎日というか本当に朝昼晩とかね、見るようにしていただければと思います。それが波を当てるっていうことにもね、つながります。なのでね、毎日見る癖をつけていきましょうね。天気図ね、そしてね、いい波も当てられるようにしていければと思います。ということでね、今日はサーファーへの100の言葉から2つお届けしたいと思います。ナンバー64お届けしたいと思います。あ、ちょっと長いウェイン・ラビット・バーソロミューの言葉ですね。それではね、読みます。人間の没落はある一定のサイクルで訪れる感情、メンタル、肉体、そして直感のように、私はそのサイクルをエネルギーから放出される事象から維持して学び続けている。例えば数術的な見地から見れば、肉体と精神の数値がサーフィンこそアートであることを証明している。もう一度言いますね。人間の没落はある一定のサイクルで訪れる感情、メンタル、肉体、そして直感のように、私はそのサイクルをエネルギーから放出される事象から維持して学び続けている。例えば、数術的な見地から見れば、肉体と精神の数値がサーフィンこそアートであることを証明している。ということでね。難しい言葉ですね。難しい言葉だけど、サーフィンはね、アートであることを証明しているって言っているところから察するのね、やっぱりね、計り知れないってことですよね。直感で、っていう感じで、やっぱそういう風な感覚でやられるのがあるのかな。サーフィンこそアートであることを証明しているってね、芸術ですよね。違いない。海にこう描くってすごい、なんかそれだけでも気持ちいいですよね。見てても気持ちいい。プロフェッショナルサーフィンを作った男ということでね、元祖クーランガッタキッドとしてね、大活躍したバーソロミューはツアープロとして12年間活躍。1978年には世界チャンピオンに輝き、さらに8年連続で世界ランキングトップ5に君臨した。さらに36年にわたるプロサーフィン界における長い生活の中では、1999年には ASP マスターズチャンピオン、さらに2003年には ASP グランドマスターズ世界チャンピオンにも輝いた。それに加え、11年間選手会代表、8年間
ASP 地域代表、そして10年長期にわたる ASP インターナショナルプレジデントの座を務め上げたということですね。すごいですね。すごいですね。頭が良さそうな感じがとっても感じる、そういう言葉になってます。それではですね、ナンバー65、カリナ・ロズンコ。カリナ・ロズンコですね。読みます。綺麗な滑走をすることによって自分のソウルに気づく。波が音楽でそれに合わせて自分が踊る。サーフィンは自由なもの。綺麗な滑走をすることによって自分のソウルに気づく。波が音楽でそれに合わせて自分が踊る。サーフィンは自由なものということですね。スタイリッシュでキュートなサーフィンであることということで、カリフォルニアサンクレメンテのプリンセス的なロングボーダーで、10代の頃には WLT のコンテストにも参戦し、ケリア・モニーツなどとワールドタイトルを競ったこともあるが、現在では自分が一番リラックスできるスタイルで自由にサーフィンを楽しんでいる。またスイムウェアのシーエアなども手掛け、スタイリッシュでキュートなサーファーの代名詞ともなっているということですね。カリナ・ロズンコ、ね、いやー、世界のサーファーとお会いしてみたいですよね。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。それじゃあね、明日海に行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。